もっと自分の国、自分の福島についてもっと知ってから行った方がいいと思う。あまり放射能について知らなかったことで、どの専門家じゃないんでちょっとわからなかったことが多くて、でその放射能についての単語とかも難しいけれど、そこはちょっと押さえといた方がいいと思う。私は1年間留学ではまだみんなに伝えることができなかったと思うので、もっと他の人にも伝えれるように語学を磨いて伝えたいと思います。